夏の作品、芭蕉カジキと、波を彫らせていただきます。この時も角を取るように山をカットして、で真ん中の山を落として、でまた角、先ほどのようにちょっとのみを入れてあげると外れますので、通常これに背びれを、氷をつけたり大きな、背びれにするんですけど、今日はこのハーフ1枚で、作れるあの波とカジキってことで、ちょっとカジキが、ちっちゃめな細いカジキで、ヒレをちょっと違う特徴のあるヒレで掘り上げたいと思います。でカジキ特有の、この長い胸びれが、あの氷は手早くやっていかないと、どんどん溶けてしまうので、ざっとして、あとは掘った時のバランスを見ながら掘っていきます。これで大体の、荒ぶりのラインが抜けたところです。またのみの裏と、これが裏でえぐるような形で、奥まで取らずに氷の1センチほど前を、先ほど描いた絵のラインのところを抜いていきます。重みがまだ100キロ近くありますので、このままとても安定があるので、先ほど抜いた1センチぐらいのところからまっすぐに抜いていきます。のみの入りにくいところなんかは、こういう細いノコギリでやってしまうと壊れる危険性も少ないので、これはこのヒレと波の部分はここはつけておかないと、出来上がった作品が、飾っていた時に安定感がなくなりますので、大会などの場合でしたらギリギリまで落としてしまってもいいと思うんですけど、これで形が取れたので、あと魚の方を、これは側面見せるちょっと作品なので裏はまだやらないですけど、野菜の面取りと同じように、角の氷から角っていうのは簡単なんですけど、やっぱり溶けた時にこのラインが出て、つるっとした形にするのが、ある程度抜いたところのもう角を取っていくだけで、あとは溶けて自然といい形に出してくれますので、それで、のみでは出せない、湾曲 R をつけてあげるときれいな。波頭を作りたい。それで大体の荒ぶりができます。まっすぐの、先ほどの、波ですとちょっと動きがなく、こうすればあの波の中から元気よく飛び出てきたカジキっていう形が、
表せると思いますので、あとは飾る前の仕上げになります。敷氷は、このまま敷氷にこれをつけて、飾りで、先ほどハーフに落とした部分をこれと同じような形の波にして飾るときに、形をつけていきます。これも、細かいノコギリで最後の、こういう R 部分、細かいところをやっぱり料理や巻物と同じで、手間をかけて最後の仕上げをしっかりしてやると、やっぱりこれが溶けてきた時に綺麗な溶け方をしますので、あとはちょっと粗いんですけど、これを飾って溶けたところで、かなり、動きが出る、いい作品になると思いますので、あとはこれを敷氷にのせて、これは刺身と一緒に、夏の刺し盛りパーティーとかで使えるような刺身なんかを飾ったら、とても綺麗だと思うので、